しんちゃんをこういうか、あお、ちゃんえんちょえんほいにゃむにゃ、はいのいいい感じ、悪い感じ、そんな感じ感じらずにあ、えんちゃんちこわバーディーあ、ばんあおビデオランチョこだにゃい、りょうコメンラ先生、漢字の使い方を教えてください。去年、本来構成在米海通ずくわつ漢字ね。漢字は感じるの漢字なので、私はこういう気持ちですという時に使われます。他にも雰囲気という言葉のように使われたり、まあだいたいそんな感じですという意味や、少し言葉を濁したい時にも使われます。説明してもちょっと難しいと思うので、たくさん例文を見ていきましょう。パトウ、神戸牛食べたことある？あるよ。え、どんな感じ？食べるっていうか口の中でとろける感じ。昨日合コン行ったでしょ。どんな感じだった？あー、ブサイクばっかりだった。でも一人だけいい感じの人いたよ。ねえ、ターティンってどういう意味？あー、好きじゃないのにメールを送ったり遊びに誘ったりすることだよ。あ、ナンパみたいな感じ？そうそうそう、そんな感じ。今日美容院行くよ。いいね。どんな感じにしたいの？うん、サムライちゃんみたいな感じ。ねえ、だるいってどういう意味？あー、疲れて体を動かしたくない感じだよ。こういう感じ。ねえねえ、この日本語合ってる？あー、間違ってないけどなんか変な感じだね。ゆか先生、明日のパーティーに誘ってくれた？あー、誘ったけどなんかあんまり行きたくなさそうな感じだったよ。最近彼女とどう？うん、まあまあいい感じだよ。うん、いい感じ。バーン、もいもい、こうひょうかん、ごいにゃってくのい、ほんぞおぞん、ねんとぅ感じ、はいら、なんか、はいら、みたいな、どつずざっにょ、ねうすずとぅ感じ、せえび、もいごいのいら、ごいほんこらっちょん、もいごい、はい、ちゅういね。はい、ぴっぺよ、こうとぅなおほんひょ、はい、こめんね。가코멘그와모누어이코세에답해맨녀코멘예바이바이